皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、クッション動画です。で、今回ね、検証ではなくって、今まで検証してきたクッション、そして人気の高いクッションをこの集めて、それぞれ特徴を言っていこうかなと思います。なので、それぞれのクッションファンデーションに向いてるお肌質とかもお伝えできればいいかなと思っております。ということで、気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速やっていきたいと思います。今回ね、8種類集めました。で、もしなんかこの動画を見て気になるものがあったら、検証動画それぞれ全部作ってありますので、下の概要欄でそれぞれリンク貼っておきますので、チェックお願いします。今回のラインナップを先にご紹介したいと思います。まず1つ目、シュウエムラのアンリミテッドラスティングクッション、プリオのキルカバーファンエアークッション XP、 ローラメルシエのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングクッション、ジョンセンブルのエッセンシャルスキンムーダークッション、マキアージュのドラマティックジェリーコンパクト、ファミュのエバーグロークッション、ナーズのナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーション、資生堂のシンクロスキンセルフリフレッシングクッションコンパクト、こちらの8社をご紹介というか、こうまとめみたいな感じでやっていきたいと思います。まずはじめにね、今回3つのカテゴリーに分けようかなと思っていて、まず1つ目がナチュラル系、そして2つ目がハイカバーでツヤ系、そして3つ目がマット系、この3つで分けていこうかなと思います。はい、それでは早速ナチュラル系からやっていきたいと思います。まず1つ目、こちらめっちゃ人気じゃん最近、これファミュのエバーグロークッションでございます。 SPF23 の PA2 プラスでございます。私が買った色はね、ライムベージュっていうカラーで、2つかな色展開がの暗い方を購入しました。ちなみにこれはコスメキッチンで売ってます。これの最大の特徴はですね、とにかく軽い。もうこれ軽いそう、めっちゃ軽くて、本当にファンデーションつけてないですよみたいな、そんな感じのお肌の乗り方というか、こう軽さなんですね。あとね、みずみずしいので伸ばしやすいっていうのがすごくいいところかなと思います。ちなみにね、開けてみるとこんな感じで、まあ普通のクッションなんですよ。普通のクッションなんだけど、ファンデーションの液がちょっとね、こう軽め、なんか水分多めな感じがあります。なので夏服とかもしかしたらいいのかもしれないですね。そこまで保湿っていう感じではないです。結構サラッとつけれるクッションファンデーションです。そして次はデメリットを言います。これのね、デメリットはまず1つ目がカバー力かな。私結構カバー力高めが好きっていうのもあるから、そこが見えちゃうのかもしれないんだけど、カバー力があまりないです。なのでカバーするとかあんまない人とかさ、これとかいいと思うんですけど、私みたいにクマがひどくて赤みがすごいっていう方とかはあんまり向かないかもしれないです。別途コンシーラーが必要になります。そしてあと1つですね、この仕上がり的にはね、内側から出るツヤがすごく綺麗なんですけれども、崩れた時がちょっとね、あんまりこう汚い、うん、ぶっちゃけね、はい。なので私的にはこの短時間しかメイクしたくない人とか、あとはすごくナチュラルな仕上がりを求めてる方とか、あとはとにかくファンデーションは軽いのがいいみたいな、そういった方とかはいいのかなと思います。だけどこれを使いたくってっていう方で、カバー力も上げたいよっていう方とかは、まあ、別途コンシーラーを使うか、あとは下地の時点で結構カバー力があるものを使うと、とってもナチュラルで素敵になると思います。そして2つ目はですね、こちらです。これもね、めっちゃ人気でしたよね。マキアージュのドラマティックジェリーコンパクトです。私が使っているのは2番のやや明るめから自然な肌色で、 SPF30 の PA3 プラス入っているものになります。これのね、一番の特徴はですね、まあ、他のクッションでは見られない、まず1つ、パフがね、こういう雫型で細かいところまで塗りやすいっていうところはとにかくめちゃくちゃいいですね。で、あと1つですね、ちょっと汚いか申し訳ないんだけど、こんな感じでメッシュ素材になってるんですよ。メッシュで押し出してファンデーションを取るっていう感じなので、このパフ自体にファンデーションがとにかく均一に乗りやすいので、この蓋の裏とか結構なじませなくても割と綺麗に乗るっていうのはすごくいいなと思いました。で、これの一番いいところはとにかく仕上がりめっちゃ綺麗。仕上がりがですね、黄色みが強いのかな、私の肌色にもすごいぴったりな色なんですけれども、すっごく透明感が出るの。なんか紫とかそういったカラー入ってないんだけど、とにかく透明感が出て綺麗なツヤ感です。みずみずしい感じかな。で、あとはこれはね、ちょっと保湿系が入ってて、ちょっと保湿された
感じがあるので、でね、これもねナチュラルな仕上がりでカバー力がすごいあるわけではないんだけれども、キャナとかもしっかり隠してくれるようなファンデーションなので、割とねこれはね普段使いすごい使いやすいなと思います。まあもちろんね私の頑固なクマとか鼻の赤みとかシミとか消えないんですけれども、そういったとこは別途コンシーラーが必要かなと思います。メリットの最後はですね、仕上がりがこういうツヤ感があってすごい軽いし保湿感もあるんだけどベタベタしないっていうのがめっちゃいいなと思います。でメリット一つだけ言うのであれば、割とロングラスティングではあると思うんだけれども、まあテカリとかはあるけど割とねこう崩れ方が汚いっていうのはない。だけど長時間つけすぎたら崩れる、はい、まあそんな感じかな。そこまでねデメリット自体もそんなに見当たらないぐらい、すごくなんかパーフェクトっていうよりは普段使いしやすい感じのファンデーションです。そして普段使いしやすいっていうところでもう一つおすすめがあって、こちらですね、資生堂のシンクロスキンセルフリフレッシングクッションコンパクト。私が使っているのは230万で SPF35 の PA4 プラス入っているものになります。これはねいいよ。何がいいかっていうと、程よくカバー、程よくツヤ、そこめっちゃいい。あとねくすみづらいなって思いました。まあ、このクッション自体はねもう本当に超普通で、こんな感じのちょっとね粗めのクッションファンデーションなんですね。なので液がたっぷりつきやすいかな。蓋の裏とかでなじませるのは必須になるんですけれども、これの仕上がりがめちゃくちゃ綺麗で、ハイカバーではないんですよ。毛穴とかあとお鼻の黒ずみとかも割と隠してくれるし、あとねツヤ感がすっごいすごいね、ちょうどいい。なんか韓国ブランドのクッションファンデーションって割とツヤが派手なものが多いと思うんですけれども、違うで本当にこれはね仕上がりがめちゃくちゃ綺麗なんです。はい、まあ、そこがすごくいいかな。なので先ほどのこの、マキアージュのものよりはカバー力があってツヤ感も上品、そんな感じです。で透明感はけどこっちの方があるかな。でこれのデメリットはですね、まあ、そこまでロングラスティングじゃないなと思いました。まあ、ただすっごい汚く崩れるかって言われたら、そこまでそんな汚って思うほどそういった崩れ方はしないので、まあこれもすごく普段使いしやすいんじゃないかなと思います。これはとにかくね使いやすい本当に。そして次からですねツヤ系ハイカバーいきたいと思います。まずはじめにこちらです。これはね一番新しいねローラメルシエのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングクッション SPF50 の PA が3プラスで、すごく紫外線予防もバッチリなものになります。これはね私の中ですごくパーフェクトで保湿感があります。保湿感があるのにもかかわらず、なんだろうツヤ感がすっごいね綺麗なのよ。スキンケアした後のお肌なんだけど、しっかり全てをカバーしてくれるみたいな感じですね。まあ、とにかくこれのいいところはツヤがすごく上品、そしてすごくカバー力が高いです。そして保湿力があるので、まあ、乾燥肌向けかな、割とそういった感じのクッションです。で、ね、ちなみに開けてみるとこういった雫型で細かいところも塗れますし、まあ、開けてみるとこんな感じ、ここがね少し凹凸も、ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、ここが凹凸な面になってるので、こう調節しやすいっていうところもいいところかなと思います。これのデメリットはですね、下地をちょっと選ぶかなと思います。私はね混合肌で T ゾーンがテカりやすくて、この頬のところは結構乾燥しやすかったりするんですけれども、 T ゾーンはね皮脂テカリ防止の下地を塗った方が綺麗かな。下地を塗らないと結構テカっちゃうところがあります。なのでちょっと下地の使い分けが必要なところは、まあちょっとデメリットかもしれないね。まあけどそこはね仕方ないね。これはとにかく私にとってパーフェクト、何回言ったわかんない、とにかくいいの。そして次はこちらです。ジョン・センブルのエッセンシャルスキンヌーダークッションです。私のカラーはミディアムで SPF50 プラスの PA3 プラスでございます。これもね紫外線予防バッチリなクッションファンデーションで、これもね私にとってめちゃくちゃパーフェクトなクッションファンデーションです。でこれとのね比較動画も出してるので、まあ、よかったらそちらをご覧いただければと思うんですけど、これもめちゃくちゃハイカバーです。みずみずしいツヤかな。先ほどはこう大人っぽいこう上品なこっくりとした感じのツヤに対して、こちらはみずみずしいお肌になります。割とねやっぱ韓国ブランド特有のちょっと派手なツヤが演出できるかな。まあ、ただ
時間が経つと結構お肌に馴染んでくるので、馴染んだ時がめちゃくちゃ綺麗で超好きです、本当に。でこれもすごくカバー力が高いです。これはね、重ねれば重ねるほどカバー力が上がるタイプで、重ねてもねそこまで厚ぼったくならないっていうのもすごくいいかなと思います。とにかくこれは大好きで、ちなみにこのジョンソンブルも、まあ、パフはね丸なんですけど、ここがねボコボコした目になってるので、ファンデーションの調節がすごくしやすい、ムラなく塗りやすいっていうところもいいかなと思います。そして次がこちらです。 NARS のナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーション SPF50 の PA3+ です。これ超人気ですよね。でツヤ感が一番残るなと思います。でツヤの種類でいうと割とみずみずしいツヤかな、そんな感じでございます。本当に毛穴の奥底までしっかりカバーしてくれる感じがめちゃくちゃいいですね。で中身はねこんな感じで丸なクッションパフと、この濃密なクッションの中にファンデーションが含まれているので、割とねこれもムラなく塗りやすいかなと思います。これはね先ほどのこの3つ、このローラメルシエとジョンセンブルに比べて一番軽いなって思いました。でちなみにこちらのデメリットはですね、とにかくこのカバーがめちゃくちゃ開けづらいんですよ。本当にめっちゃ硬くて、本当これはみんな言ってるんだけど、とにかく硬いっていうのがまず一つと、あとこれもねすっごいロングラスティングで結構崩れないんですけれども、ある一定の時間を超えてしまうと結構ファンデーションが浮くなっていう感じがありました。なのでこれはですね、こうハイカバーで軽さを求めていて、さらにみずみずしいツヤが欲しい方はすごくおすすめだと思います。はい、そしてですね最後マット系いきたいと思います。マット系でまず一番有名なのはこれかな、人気ですよね。これクリオのキルカバーファンエアクッション XP、 私が使っているはジンジャーっていうカラーで SPF50+ の PA3+ で、すごいね紫外線予防されますね。そんな感じのクッションです。これはねもう使ったことある人たくさんいると思うので言うことないかもしれないんですけれども、とにかくカバー力が高くてセミマットな仕上がりです。でクッション自体はほんと普通な感じ、丸いクッションパフにこういった感じで、ここは特にデコボコしてる感じはないんですけれども、そういったやつです、やつですだって。これのいいところはまずハイカバーっていうところと崩れにくい、そこに一番特化してるかなと思います。でちなみにこちらのデメリットなんですけれども、ちょっとね厚塗り感がやっぱりどうしても出てしまうっていうところはちょっとデメリットなのかなと思います。なのでこれはですね、なんか舞台とかなんか人前に立つとか、そういった感じで派手なメイクする時とか、そういった時にすごい使うといいなと思います。で肌質的にはこれは混合肌から脂性肌さん向けかなと思います。保湿力がすごくあるかって言われたらそうではなくって、どっちかって言ったらこうテカリ防止みたいな、そういった感じのクッションファンデーションになります。なので今からの時期特に活躍しそうだなっていう感じかな。まあ、ただね今のこの乾燥した時期とかでも下地に保湿系とか持ってきちゃえば全然使えました。はい、そんな感じです。そして次がこちらです。シューエムラのアンリミテッドラスティングクッション、私のカラーが664番っていうカラーで SPF36 の PA3+ でございます。これもねめちゃくちゃ好きなのよ、めっちゃ好きなファンデーションで、これもセミマットな仕上がりです。あ、どうかな、なんかこっちがセミマットだとしたらこっちはなんかふわふわなベルベットって感じがする、私にとって。これはねすっごいお肌が綺麗に見えます。私マット系のファンデーションの中だったら仕上がりは一番これが好きです。で軽いですし、カバー力はミディアムカバーぐらいかな、まあけどハイカバーに近いミディアムカバーかな。シミこそ隠れないけど、シミ以外は大体隠せるくらいの感じですね。このファンデーションをつけてると本当にねお肌が柔らかそうな感じに仕上がるんですよ。人からマジで褒められる、マジで。でちなみにこれねアンリミテッドラスティングクッションなんだけど、これの瓶タイプ、リキッドファンデーションタイプがアットコスメで受賞してたファンデーションですね。それをクッションにしたのがこちらです。なのでね仕上がりはもう間違いないんで、このリキッドあんま使いたくないとか手汚したくないとかめんどくさいっていう方、時短したいっていう方はこっちのクッションめちゃくちゃおすすめです。ちなみにデメリットは、まあ、ハイカバーじゃないっていうところはそうなんだけど、けどねこれデメリット見つからないのよ。もう本当にハイカバーじゃないっていうぐらい、本当にシミが隠せないっていうぐらい本当にいいファンデーションだなと思います。これもねロングラスティングな感じで、まあ、保湿力がめちゃくちゃあるかって言ったらもうすごいあるとは言えないんだけれども、そんな乾燥した感じもな
ないし、私は割と普段使いでベルベット肌にしたいなっていう時はこちらに手を伸ばすことが多いです。はい、以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。何か気になるクッションファンデーションございましたか？まあ、少しでも参考になったら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバイ。